まあなんかテストやなんやらをですね終わって、そしたらどうなったかというとですね、真夜中テレビにですね急にですね、この1個前のですねモロキン TV の時はテレビに何も映らずに殺人が起きてしまったんですが、今回に関しては突然ですね映って、しかも最初からモザイクなし、はっきりとね声までね貫通してくるというですね、僕のこと見てるつもり、知ってるつもりでしょって、それなら捕まえてごらんよ、なんかこの顔見たことあるぞと思ってですね考えたところ、皆さん覚えてる方、一番最初ぐらいにねゆきこちゃんに天城越えしようとして玉砕したですね他校のですね生徒がいるんですよ。その人なんですよ、この人で、うわ久しぶりみたいになって、でですねこのですね真夜中テレビを見たらですね、まあみんなねびっくりするわけです、なんか映ってたけど大丈夫そうみたいな、えあいつ誰みたいな、でですねそしたらクマもですね言うわけです、あいつもう来てますよみたいな、テレビの中でちょっとなんかそんな来てる気がしますよみたいな、花村とあのクマは一緒に住んでるんで、あのこんな感じでね電話でねかかってきたわけです。ちょっとじゃあ次の日集まって作戦会議するかってなって、次の日集まったらですねおもむろにですねゆっこちゃんが言うわけですね、あいつ犯人なんじゃねっつって、いやでもマジでそうなんよ、だって今警察から与えられてる情報で他校の高校生が容疑者として上がっている、であいつ他校の高校生で、しかも急に真夜中テレビに現れて僕を捕まえてごらんよみたいな挑発的なことを言い出した、これはあいつ犯人なのではみたいな、するとですね花村がですね、いやあいつ多分なんかその逃げる、もうこっちの世界で足がついちゃってモロキンを殺した結果、テレビに入れず自分の力で殺した結果容疑者が固まっちゃったんで、警察の中でだから逃げるためにあっちの世界に行ってわざわざ挑発するようなことを言ってんじゃないのみたいな、でもそれに対してチェチーが言うわけですね、でも逃げた後ってどうやってそっから出てくるのみたいな、自殺とかまさかしないよねみたいな、向こうでなんでかっていうとですね、今までですねスバルたちはクマが作ったテレビによってこっち側の世界に戻ってきたわけですね、だからクマが今こっち側についてる以上どうやってあいつ出んのみたいな、でですねちょっとわかんねえわみたいな、でも花村がですね、犯人はそもそもテレビの中に人を入れることによって殺してきた、でもその結果殺せないということが何件か続いて、殺せなかった人間がこっちに戻ってきてるっていうのも知ってるから、いやあいつテレビから出る方法があるのは知ってると思うぞ、なかなか頭脳派な、ね、見解を見せてきますね、でですねこの子のですね調査が始まる、素性調査みたいな、するとですねこの街でですねこいつの なぜか卒アルをですね回し見してる輩がいると言って調べたらですね、ゴリゴリにですね久保光雄っていうですね卒アルが出てくる、このね卒業写真がですね出回ってしまうというですね事態になってますね、でですねこれを見た時にみんな気づくわけです、こいつ家に来てたよ、なんか独り言言っちゃうあれ系な人だったみたいなことをね結構リセチグサグサ言うんですけど、でなんかそしたらチエチエもうユキコもストーカーされてたじゃんみたいな、調べていくうちになんかどうやらこの光雄くんということはですね一番最初のアナウンサーのことについても言ってたらしいんですね、だから結構小西さんのことについても触れていたような感じで、結構今までの人と接点があるのではないかみたいな、いよいよこいつ黒確定かみたいになってきてるところですね、で今光雄を探しにダンジョンに潜っているというところからね今日は始まります、みんなついてこれたかな。